こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。排水の流れ、悪い理由が判明、リフォーム後、バイ、マイミンよりいただきました。このテーマで今日はスタートです。山さん、こんにちは。去年山さんの YouTube に出会いました。いつかできたらなぁとイメージしていた、築26年、マンションキッチンのリフォームですが、山さんの YouTube をたくさん見て、すごく参考になり、 昨年9月にその夢が叶いました。こちらなんですね。今日こちらをお届けするんですが、キッチンリフォームビフォーアフター。 シンクの水の流れが悪くなっていた、この排水溝傾斜が緩やかすぎて、マンションだから横引き配管なんですね。パイプの中は、この26年間の間に、シンクで流す油、それによって配管が固まり、内部が細くなっていた、そうです。良かったですね。やっぱこう、マンションの中、高圧洗浄をしていたようだと思うんですが、うまく流れてなかったということ。えー、リフォームって見えないところも大事ですね。 リフォームから約1年ですが、毎日とってもウキウキしながらキッチンに立ってます。では見ていきましょう。i 型キッチン。こちら、釣り戸があって、プラス横にカップボードがついてるんですね。サンウェーブキッチンだったんです。リフォームするきっかけとなったのは、子育て中は大活躍してきた食洗機。最近使わなくなったしな。扉の長板が緩んできてるな。排水口。 こちらも詰まりやすくなってきたな。このシンクの流れが悪い、こんなきっかけだったんですね。不満点としては、このキッチン横にある引き戸で区切られている洗濯機スペース、太陽量のパントリー、なんか暗くて明るくしたいなと思っていたんです。こちら、確かにキッチンの横にあるパントリー、 ダウンライトもついてましたが、ちょっと暗めですね。そうだリフォームしようということで、4日間のリフォーム、リビングは物でいっぱい、キッチン、壁の解体、電気工事、ガス、壁紙クロス、そして職人搬入物、ブルーシートも貼ってありますが、これ物がいっぱい溢れてますね。中央にあるのが、あれ、そう、のり付け、壁紙のクロスを こういった貼り付けるためのクロスも入ってきますんで、とにかくリビングがものでいっぱいになりました。スポットライト、こういう風に釣り痘もなくなってますね。で、ダウンライトの照明に変更。どんどん工事が進みます。選んだキッチンは宝キッチントレーシア。このカジラクシンク、憧れの真っ白なシンクと釣り痘棚をなくしたことによってスポットライトを浴びながらテンションマックスのキッチンにチェンジ。 ドンおー、いいですね。これ夜ですけど、なんかバーみたいですね。おしゃれなカジラクシンク、真っ白な天板人造大理石シンクですね。ヒドもなくして広々キッチンへどう変わったんでしょうかこちら、天井のところもダウンライトで木目調でグリーンのおしゃれなクロス。そしてこの辺色マッチしてますね。釣り戸がこの辺なくなっただけじゃなくて明るい形で引き戸がなくなって こちらの方のパントリー、洗濯機スペースになったんですね。開放感ある。こんな形で。いいですね。大きく変わった新しいキッチン。横はもちろん、ホールのパネルにマグネットがつきますが、ニッチスペースもあちらありますね。リモコンの方の横におしゃれなウッド帳。こんな形で仕上がりました。宝一択。当初、キッチンはどこを回り、なぜ宝に YouTube で各社の特徴を把握していたら山さんの宝の動画合いました正直営業的なところの宝のケースタイル気に入ったんですそれとこれまでのキッチンは合板の扉と引き出しが緩んできたので次は長く使えてメンテナンスのいらないものがいい これまでのシンクはステンレスだったので、白いシンクに憧れた結果、高なスタンダード一択というふうになったんです。工務店さんはどのように決定しましたかこちら地域工務店を選ばれたんですよね。札幌在住なので、北海道合ん、北ガスさんと、それまで時々メンテナンスでお世話になっていた工務店さんの2社に見積もりをお願いして、価格的にあった。 圧倒的に安かった地域コムテンなんですね。<laughs> さらに2500サイズしかエレベーターで運べない。要はエレベーターの中に天板が入らないんですね。で無理って聞いてたんですが、我が家はキッチンの天板が2700長いですね。それを地域コムテンさんはマンション11階まで階段で職人さんで運んでくれると言うとありませんか。このコムテンに決めた。なるほど。そして一番こだわったリフォームのポイントが明るくて白いキッチン。 この明るく清潔感のあるキッチンにしたいって思って、すべて白と手元を照らすスポットライトにキッチンに立つのが楽しくなりました。白キッチンってやっぱり一番人気ですからね。トレーシア、バージョンアップしたとこで、どこですかってお聞きすると、シンク内のこの水切りプレート、それから水切り根っこ、そのスノコみたいな部分とマグネットのスマホスタンド、それ以外は標準です。リフォームを完成して何か他の方に気づいたアドバイスありますか 皆さんのその動画をいっぱい見させていただきました。排水の蓋を外して排水口ネットが丸見えで使用してましたが、一度に大量の水を流した時に、この排水の網が水の勢いでずれて、えー、なので今は排水の付属の蓋も使用して押さえてるんですね。むしろ快適で、蓋はちゃんとつける派に私がなりました。なるほど。いろいろ参考になりますね。ただし、カジラクシンクラの生ゴミポケット。これは重たいので使用していません。キッチンではないですけれど、 レンジフードの、えー、スターフィルターの換気扇フィルターがとってもすごくいい。スターフィルターっていうのがあるんですね。ダスキンさんにも同じものがあり、換気扇の白ご飯の汚れ防止に大満足です。で、このどこでもマグネットがつくマグネットパネル、とってもいいですよ。その他、子供未来はキッチンだけだったんで、えー 活用してません次のお風呂のリフォームでは地元のエコリフォーム補助金制度利用予定で手続き進んでいます。いいですね。お知らせです。リフォナビ、リフォームの情報共有サイト、まさにこのような形でなぜあなたがリフォームをしたきっかけになったのか、排水の流れが悪かったものがどういう理由でそういった原因になったのか、いろんなキッチン選びますよね。リフォナビで記録する、発信する、学べる、つながる4つのコンテンツをベースに、99.9%はリフォームの素人、そんな あなたを達人プロデュースさせていただきます。12月25日、いよいよ、もう残りわずかになじ、もう今、山さん今これにもう集中、学べる、発信する、記憶とつながる、そしてクラファンも進行中です。ぜひこちらの方、えー、進行状況をチェックしてみてください。詐欺だらけのリフォーム業界、こちらあなたを守るための、このクラウドファンディング、ぜひ、 ご支援いただける方、こちらの方も、えー、状況を見ていただくと、あと少しということになってますんで、お楽しみください。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ヤマさんとお友達になっていただいて、えー、プレゼント動画をお届けしてますんで、届いた動画ぜひチェックしてくださいね。ヤマさんが特におすすめ、今この段階でこれを見てほしいっていう動画をえりすぐってお届けさせていただいております。ぜひ概要欄の方にこちらポチって押すと、こういう風な形、LINE で気軽に聞いてみよう。こちらの方お友達になっていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきまして、 誠にありがとうございました。いきますよ。せーの。必ず、できる、いってらっしゃい。